しょぼしょぼだよ。こんばんは。今日寝直しますね。パン食べてないです。まあ寝起きなら私をかすれてもそんなもんいいよ。いやー、口がてか乾燥してんだよね。ちょっと喉痛いもん。口紅ありがとうございます。いやー、なんかいろいろやってたんですよ。口紅ありがとう。違う、口紅じゃなかった。あら、ありがとうございます。ああ今日寝れんのかな。やだな、こんな時間寝たくなかったんだけどな。気づいたらなんか寝てた。しかもさ、なんか一番パン時間に寝るとさ、顔とかもむくむんだよね、ものすごく。やだわ。いや、まあまあまあ寝よう。何が何でも寝るから今日は。結構寝たの。いや、結構ってほどでもない、1時間くらいかな。そう、その前はちょっとバタバタいろいろやってて、そう、コンビニ行ったりとかして、必要なもん買って、でちょっと一段落してふーっと思ってベッドにちょっと横になったら寝てた。5時に寝ないように。しかも5時に寝たら1時間くらいしか寝れない。なんなら明日の朝ショールームするなら寝れない1時間も寝れなくなっちゃう。大丈夫、頑張って日付変わる前に寝る。こんばんは。うん、オールはしないで。しないよ、したくないよ。ヒカも明日ツアーファイナルなのに、なんか眠いとか思いながら立ちたくないし、ステージやっぱりね、全力で楽しみたいから、ちゃんと万全な状態で行くよ、何が何でも。ギフトありがとうございます。あ、もう風呂入ってるし、あと足だけちょっとマッサージして寝る。むくみたくない
いや、ショールーム始めたからにはやるよ、ちゃんと。半くらいまで分かんない、それは私次第、もう分かんない。30分はやるって決めてる。笑いに元気はない、いや本当にそんなことないんだって、全然大丈夫、そう見えてるだけで元気、そういう日もあるんだよ。そう、本当にそこは気にしないで、全然それはやっぱり自己判断なんで。いや本当にマジで寝てたから、なんか眠いって、眠い、違う、なんか目がしょぼしょぼしてるだけ。何食べた？あ、今日ね夜ご飯食べてないんだけど、何時だっけ、2時ちょい前に、なんだっけ、あ、サーモンのお刺身と、あと塩レモン唐揚げ食べました。そう気になってて、そう前日だから揚げ物食べるか迷ったんだけど、なんかねどこ行ってもね、なんかそのやっぱりお昼過ぎてたからホットスナックがあんまりなくて、そうホットスナックがあんまりなかったもので、仕方ない、もう唐揚げじゃと思って唐揚げを食べました。本当はそのセブンとかのささみ揚げ1個だとか、あれも一応揚げ物っちゃ揚げ物なんですけど、とかあとはなんかその焼き鳥系を買おうかなって思ってたんです、思ってたんですけど、なかった。で迷って迷ってずっと気になってた塩レモン唐揚げにしました。めちゃめちゃ美味しかった。うん、顔が全然映ってなかったな。そうめっちゃ美味しくて、セブンね、唐揚げ棒、セブンのキウイがどこにもって、あれ地域のもんなんかな、控えてるところはね大体売ってるキウイは、まあ、なんか数は少なかったりって言ってお店によっては違うけど売ってますよちゃんと。だからなんかその店舗とか地域によるものでもあるのかもしれない。結構やっぱり違うもんだからね、店舗地域で。なんかキウイが関東限定っていうのもなんか不思議だなとは思うけど、そうでもやっぱりあるからね、そういうのは。見てこれ、明日終わってから絶対食べようと思って、パン、久しぶりにパン買っちゃった。迷ったの買うか、あったんだけど、いやもう本当にどうしても美味しそうだったから、あ、キスありがとうございます。塩バタークッキーパン、ファミマだけどねこれ。塩バタークッキーパン、口紅ありがとうございます。
めっちゃ美味しそうじゃない？イラストのイメージ、塩入りクッキー、発酵バターが染み込んだ生地に塩入りクッキー生地が上についてるんだって。メロンパン、まあまあそっか、メロンパンっぽいけどね、クッキー生地が上についてる。まあほぼほぼメロンパンと一緒かな、きっと。そう、絶対甘じょっぱいやつじゃん。絶対好きなんだよ、私はそういうの。カロリー高ければ大概、そんなことないよ、カロリーだけじゃないよ、美味しさは。まあ高いけどさ、カロリー372キロカロリー、まあ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 踊った後さ。そう、しかも賞味期限も長いから、別に明日食べることでもないんだよね。ヒカが好きなタイミングで食べる。こんばんは。そう、明日の準備をねめちゃめちゃしてたんです。これが必要で、これが必要で、 あれを買わなきゃ。歌を歌いたい。もう変なやつ。コスコスってなんだ。でもこれ消費期限長いんだよ。ちょっと長いというか5月25だから、それまでに食べる。消費期限が切れなければきっと大丈夫さっていう人間なんだよね雑すぎて。なんか蚊に刺された。こういうか、気にしない。こういうのは気にしたらね、かゆくなるから、気にしたら負けだ。パサパサ、あ、なるほどねまあ、わからんでもない。うん、中のパン生地がね、ちょっとね、パサッ、わかる。こんばんは。切った後に食べれるかな。まあでも消費期限持つなら別に。そう、5月25日のいつか食べればいいかって思ってるから。クローバーありがとうございます。割とあの踊り切った後食べますよ、普通に。ご飯結構普通にちゃんと、なんならいつもよりがっつり食べる。お腹すくし、食べたいじゃんやっぱり食べたいから食べるよ。こんばんは。それこそ口から、いや、そうなってるかもだけど、水分取らないわけじゃないからね。取るよちゃんと。潤してから食べるさ、そりゃ。踊りながら水分取ってるし、合間合間に。
そう、着替え場に持ってって。こんばんは。明日ファイナルですね。早い。泣くのかなってなんか今から考えてる。どうなんだろうと思って。終盤泣いてさ、なんかどうだろう、わかんない、想像ができない。なんか終わるっていうのもなんか実感は湧かないし、いやでもみんなの泣き顔見てたらひかももらい泣きするのかな。そう、もちろんね、ね、本当は泣きたくないんですよ私は。あんまりグズグズになるから。そう、あんまり泣きたくないんですけど、泣きそうだな。まあまあ、いっか。泣き顔かわいいね。かわいくないよ、ヒカは。うん、なんなら鼻水垂れてくるから。もういつもね、なんかちょっと涙出てくるとね、鼻水引っ込めるのに大変垂れてくると思ってるから、やばいな、ほんとに。口紅ありがとうございます。本当にすぐ出てきちゃう。ありがとうございます。まあだからそうだな、まあほどほどに。まあでも感動するだろうなとは思ってるんだよ。しかも初めっから、まあ本当はね、初めっから回れたらよかったけど、その時いなかったし。でもこうやって途中から、岩手からまあお手伝いとしてね、参加させてもらって、で秋田でね初めてフルで出させていただいて、それなりには回ってきてるので、私もまあいろいろ思い出しちゃうよね。それね、秋田の時裏で泣いてたもん。秋田の時だってまだ中学生でしょ多分。で、あの出れなくって、夜公演終わった後お見送りかな、出れなくて楽屋でこそっと泣いてたよね。終わったよかった終わってと思って。そう、なんか不安だったの、すごい。ものすっごい不安だったの、本番前とかで。初めてフルで出るからすごい練習したし、そう、たくさん先生にも助けてもらって、 それなんか安心したんだろうね、ちゃんとできたっていう。そんな大きいミスもなく、あ、ちゃんと踊り切ったぞっていう安心感があったからか、涙出てきちゃって。そう、こんばんは。まあね、なんか活動休止の期間とかもあったから、まあその間にちょっと出れてないやつは出れてないとかもあるけどね。秋田ってもうそんな前なんだよ、早い。
これやった気がする。君が好きだ。ね、歌詞が出てこねえ。てて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 てあ、そう、虹の作り方ですね。そう、あとなんか恋愛禁止条例やどっかでやった気がしたんだけど、秋田だっけ。恋愛禁止条例は懐かしい。ピンクの銃弾とか、ピンクの、あ、月給とかもやったね。いや本当に何件出るんだろう、何件だろうね、分かんない。でもお手伝いとしてはあんまり出たことなかったんだよね。岩手くらいじゃない。うん、それ以外はなんかフルで出た気がする。1,2,3,4,5,6,8 くらい。そっか、全員で出たのもあるもんね。8くらい。あ、でも少ないね、そうやって考えると。まあそっか、ちょっとね、活動休止してた期間もあって、まあ途中から入って、おお、割と少なかった。もうちょっとあるかなと思ってた。まあまあ、でもね、参加できたことが嬉しかったよ、私はフルで。あ、ギフトありがとうございます。そうね、西の方でも出たかったね。もちろん東北たくさん出たので、プラス、そう、出させていただいたのは嬉しかったから、もうちょっと西の方でも出たかった。もうちょっとたくさん出たかったな。割とハッツとかたくさん出てんじゃない。そう、ヒカがなんかツアーとか出ないとき、ハッツね、ツアー出てたりしてたから。そう、全地方回りたかった。
なんなら全部行きたかった。そう、もちろん東北も、自分の地方もまあまあある程度出てるんですけど、うん、関西も四国、中四国も九州も関東も、まあね、欲張りさんだけど、でもそのくらい本当にやっぱり出たいんですよ。しか最近思ったんです、自分ってなんか動いてるのが性に合ってるんだなと思って。何かをやってるのが性に合ってるんですよ。そう、やっぱり踊るのも歌うのも好きだし、それが自分の性に合ってるから、うーん、ありがとうございます。だからなんか将来もなんか、まあ、ここチームメイトを、まあ、まだ しないけど卒業するってなった時、どこ何して働くんだろうってなったら、多分いっぱい動いたりするんだろうなって。なんか事務作業とかしか苦手だし、きっといろんなことで動き回ってるんだろうなっていう。そうって思ってる最近ずっと。ほんとね、自粛期間ね、しんどかった。しんどかった。もう家でずっといたり、なんか自分何してるんだろうって急に思うんですよ。いや、まあ自粛してるんですけどみたいな。そう、自粛してるんですけど、なんか、うん、なんか、うん、なんかね、この何したらいいんだろうみたいな、わかんないんですよ本当に。うん、急に何したらいいかわかんなくなって、動き回る仕事、別に動き回る仕事というか、やっぱりなんかあるじゃないですか、動く仕事っていうのは。座ってじゃないよなっていう、パソコンカタカタとかそういう事務仕事じゃないんだろうなっていう話ね。そう、きっとひかはそういう系よりもっと自分に合う職があるんだろうなっていう。そうね、忙しいのが性に合ってると思ってる。まあさすがにね、忙しすぎると心身ともにダメージは受けますけど、多少なりとも。でもやっぱりそれなりに動いてお仕事してってやってた方が自分は好きだなって思う。こんばんは。うん、将来見えてきたのか。いや別にそんな、そんな正直まだ先の、全然先のことだと思ってる。まあとか言ってるとあっという間に過ぎちゃうんですけど、まあ、まだ先かなとは思ってる。そうね、ざっくりと、まあこういう仕事、でも自分のやっぱり思い描いてる仕事は、自分のやりたいなと思ってる仕事はやっぱりじっとしてる作業ではないですね。うん、忙しいと時間が経つのが早くない。そうなんです、それがいいんですよ。私何もしてないと時間経つの遅すぎて、あーなんかお腹空いたなとかダラダラしちゃうから。そうだから、たまに2、3日休みが入るくらい
がなんかベストなんだろうなっていう。そう、ずっと仕事をしばらく何日か続いて、まあ、ポツポツかそれかまとまって2、3日そう入ったりするのがヒカの中で多分いいんだろうなって。アパレル関係とかです。あー、ヒカ向かないと思ってる自分には。アパレルはね、ヒカね、お洋服のコーデとか苦手なんです。だからね、アドバイスとかできないもっとこここうしたら可愛くなりますよとか言ってくれるじゃん、お店の人って言ってくれるけど、ヒカね、そういうことできないんだよね。わかんないです。なんか全部だからいつもお母ちゃんに聞いちゃう。大丈夫これ変じゃないそう、これ変じゃない大丈夫って聞いちゃうから、ブランドプロデュースとかもできないと思う。発想力がないからね。あ、でもそうそうね、ワンちゃんの服とかはしたいなって思う。デザインなんなら自分で作りたいなとまでは思う本当に。でも自分で決めてるんでしょ。そうね、自分で決めてます、ある程度。あとはやっぱりあの人の好みとか、お母ちゃんにどうって言ってもやっぱり人の好みも入ってくるので、うん、別変じゃないよって言われたら割と自分のままっちゃうし、うん、でも本当に将来自分がやりたいなって思ってる仕事はそういう系じゃないんだなうん、まあ今は憧れの世界よね本当に。今まであんまり気にしたことないわけではなかったけど、うん、なんかそう、どうなんだろう、って思ってたけど、一回気になるとやっぱりがっつり、うん、素敵だなっていう、そういう仕事思うね。動物に関わる仕事とかじゃないんです、実は。言わないけど、どんな何の職かは言わないけど、そう、動物に関わる仕事ではないんです、残念ながらね。本当はね、ヒカそれ、まあ動物に関わる仕事もしたかったんですけどね。大島さん出てる。いや本当に将来は私はどんなことをしているんだろう。本当に何も想像できない自分の将来が、どんな職についてだ。結構ね、やっぱりこういうのコロコロ変わっちゃう人なんですよ。昔はねずっともうこれっていう職だったんですけど、あのもう獣医さんって決めて、しばらくはね、数年それで走ってきてっていうか、まあそう思いながら生活をしてきて、でまあでもやっぱりあの芸能界には入ってみたい、ずっともう本当に小一の頃から夢だったんです。安室奈美恵さんみたいな、そう歌手になりたいとか、昔だったらもうちょっとアイドルになりたいって書いてたんじゃないかな。そう、歌って踊れる人になりたくって、テレビに出る、まあ、まさに今
歌って踊ってるんですけど、そうだから獣医とその芸能界に入るのをちょっと並行してやってたんです。そうやってたのが最近めちゃめちゃ変わるからな。学生の頃夢見た仕事ってます。まあそうよね、みんながみんな夢叶える感じじゃないもんね。夢叶えてる感じ、一応夢は叶えてます私は。その安室奈美恵さんみたいな歌って踊れる、まあ歌手ではないけど、まあ芸能界に入ってっていうのは本当に、これは本当にもう小学校の初めから言ってきたことだったから、なんならもうちょっと早く言ってきたことだったから、まあ叶ってるよね叶ってるよね。あ、ギフトありがとうございます。前に裏方さんメイクや評判しよう、あ、それも話してましたね。ね、だって本当にいてくれないと成り立たない仕事だし、そうやっぱりなんだろう、配信するにはカメラマンさんとかその照明さんとか、まあ場所を取ってくださってる方とか、もちろん衣装メイクさん、そう何するにしてもその方たちがいないと成り立たない仕事なので、それは本当に素敵な仕事だなって思います。裏方の仕事ね。で最近はもういろんなこと考えるんです。本当に自分は何したいんだろうって、まあ1年前とかは本当に自分はもう何をやるんだろうと思って、でやりたいことって何かなと思ったんです、自分の身近なところから。そうで氷川は料理が好きだから料理人さんはと思って、お菓子作るのも好きだ、漫画読むのが好きだ、アニメ見るのが好きだ、でいろいろ考えて、そう あとドラマとかもね見るの好きで、で動物も好きで、そうでいろいろ考えたんです。どうやっぱりこれが好きならこの仕事かなとか、もちろんね好きなこと仕事あんまり仕事にしない方がいいよっていう人もいたりもするけどね。まあいろいろねつながりか考えてみて、それで結局行き着いたのが今やりたいなって思ってる仕事だったんです。本当にくちべにありがとうございます。今の仕事だったね。今の仕事っていうか、その今考えてる仕事でしたね。ね。私は将来どんな職に就いてるんでしょうか。ひかも楽しみだよ。こんばんは。ひかの将来のお話をしてたの。ひかはどんな仕事が向いてるかな、どんな仕事をするのかなって。
ですよ。もうね、なんなら就職してる子いますし、私のお友達は。就職してる子もいますもん。地元でもそうだし、あとはこっちに出てきて専門学校行ってる子もいますし。マクテン見てるの？正解。そう、ちょっと気になってね。えもういろんなことをね考えなきゃいけない年なんだなと思って。なんか今グラム全部できて、何目覚めてきてないって。いや別に普通にまだちょっとぽやんとしてるちょっとぽやんとしてるよこんばんは。みんな何してるんだろう、他の同級生の子とか。そう、仲良かったけどさ、連絡先知らない子とか結構いてさ。何してるのかなみんな。近代？あ、おめでとう。ごめんごめんね、おめでとう。そう、みんなで獣医さんになろうねっていう話をしてた子が2人？なんですけど、今何してるんでしょうね。でも多分動物好きなのはね、ずっと変わってないと思うから。ヒカルはバク転できそう？あ、できない。でもね、やりたいなとは思ってる。やってみたい。できたらかっこいいよね。こんばんは。体が柔らかいからいけるかな。直島さん変わんないよね、昔と全然。今ネメシス出てるじゃないですか、超可愛いんだよね。ねえ、峯岸さんの卒コン出てたでしょ？レッスン見てましたかそう、レッスン見てたんです。ちょっとこそっと見てました。もうね、超可愛いんですよ。
やすみ。そう、ラブ修行にね紛れ込んでましたね。聞いてます、それは本当に。後ろで、で後ろでっていうか、まあ、こそっとドアから覗いてて、いやもうなんか本当に変わんないし、なんかアイドルだって思った。アイドルだよ。そうなんだけど、いやなんかヒカが見てたアイドルだなと思って、本当に、うん、昔から見たアイドルだと思ってそうだから、彼はこの一曲はってのある、あ踊りたいっていうやつ。ひかモニカ踊りたい。モニカかっこいいじゃん。結構最近だけどね。モニカすごい好きでいいなって。うん、超かっこいいもん。AKB 入る前は前田さんと板野さん推しでした。なんかすごい好きで、フライングゲット見てからね、すごく好きでしたね。もうずっとそうでした、推しは。あ、なすなかにしさん出てるよね、小チャンネルです、4チャンネルですね、4ハングリーゲームだって。楽しそうだね。アングリーゲーム楽しそうだよ。あ、大島さんが。
面白い。面白いね、やってみたい。出てた？そう。あ。面白い。はい、ショールームに戻ります。すいません。ごめんなさい。あー、また、いやさん、面白い。あ、30分になったランキング読むね。30分。面白かった。あ、音符ありがとうございます。じゃあなんか歌おうか。あ、ウィンブルドンいいな。ウィンブルドン歌います、久しぶりに。通学の電車のドア近く、同じ時間、よく会うあなた、つめりの学生服を着た一つ前の駅で降りてく人、いつもテニスラケット脇に抱えてる、焼けた顔はきっと太陽の贈り物ね。フレフレフレねえ、頑張って初めての恋を、フレフレフレ胸の奥で叫ぶ、名前さえも知らないあなただけど、いつかは私を連れて行って、ウィン
はい、ありがとうございます。踊れるよ。本当に踊れるんだよね、今でも。割と合ってるかは分かんないけど、大体ある程度なら踊れるんですよ。ギフトありがとうございます。じゃあ公園の歌歌おう。雨のピアニスト、行きます。雨のピアニストが愛を弾いているわ。ビルの街に奏でる悲しいメロディ、窓の鍵盤を叩く雫の指。私だけのコンチェやさしい言葉で切り出すさよなら、突然過ぎてソファーの端っこ黙ってしまった。私は爪を噛む。君にはもっといい人がいるよと、眼差しの子供扱いは巡り合って怯え続けた。運命の未来形、雨のピアニストがそっと弾き始めた。いつか聞いたショパンの別れの曲、涙ポロンポロン頬を拭いながら、胸の奥に BGM。2番いきますね。背中を向けたり冷たくされたら、諦められた。大人のあなたはいつもの笑顔で私に諭すだけ。悪いのは僕だなんて言うけれど、恋愛は二人でしたもの。こんな時はどうすればいいの。初めての経験に雨のピアニストが愛を弾いているわ。ビルの街に奏でる悲しいメロディ、窓の鍵盤を叩く雫の指。私だけのコンチェ。最後まで歌った方がいい？いいか。雨のピアニストがそっと弾き始めた。いつか聞いたショパンの別れの曲、涙ポロンポロン頬を拭いながら、胸の奥に BGM。 違う曲を弾いて。
ありがとうございますここさホテルだからさ大きい声出せないからさ歌いづらかった。ギフトを間にね投げてくださった方ありがとうございましたね。これちょっと悲しいというか、あ、あと2分だ。あと2分経ったらランキングいきます。やりたいな。そう、ユニットナナさんと踊りたい。とひかね、グローリーデイズでユーリーさんと一緒で、アメピでナナさんと一緒なんです。二人と一緒に出れたら、まあ、ユーリーさんはね大体出るんですけど、ナナさんがやっぱりお仕事の関係とかでね、そう、で出れたり出れなかったりなので、ナナさんと出たらもう私は大好きな憧れの先輩と一緒にニットできるってことなんですよそうやりたい。だからもう30分。そうね、同じポジじゃなくてよかった。まあ多分被ることはひかめったにないと思うけど、ナナさんたちとは。はい、そしてギフトいきます。実際ランタン、あと明日手ぶらで眺めてる姉さん嫌です。持ってきてください。12位プリーツ、あとひかチューブ3、11位 WY、 あと影の守護神3、10位 U、 あとズッキーナ8も03組3、9位トシーベビースターマン3、1位海ハイパーとヒカの美声にメロメロさん、やあ嬉しい7位シナとヒカチューブ、明日アリーナ席で見ます、明日五時起きさん。6位かぼちゃ先生、5位谷口ひろき、3位4位さとちゃん、3位谷中ひなたまむらと、明日ヒカルに会えるから招待してしまうかもさん。ちゃんと見届けてね見届けてよツアーファイナル。2位ヒカチューブのミケ、1位ユータとヒカチューブさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。ゆうたさん、ヒカチューブのみけ、プリーツさん、海ハイパーさん、えなかひなとまもるさん、しのさん、さとちゃん、かぼちゃ先生、プリーツさん、ぴよこちゃんまんさんです。ありがとうございます。じゃあ持ってきてほしい気持ちはどんくらい。こんくらいユーリーさんお箱だね。できないんだけど出ない。頑張って探しますよ皆さんのうちは。いっぱいね、わーって出るからもうちょっと喉が。あたるさんごめんなさい、来てくれて嬉しいんですけど配信終わっちゃうんです。また来てください。はい、ということで35分になったらね終わりたいと思います。いや本当に皆さん
見に来てくださってありがとうございました。明日はいよいよツアーファイナルですね。なんか終わっちゃうの寂しいなっていう気持ちと、すごく楽しみだなっていう気持ちがいっぱい、なんか半々くらいにあります。うん、でもまあ夜からには楽しんで、まあ最後はねすっごいブサイクな顔でね号泣してるかもだけど、許してね許してね。会えるの楽しみにしてます。もちろん画面上でも。準備 OK？ 一応 OK、 もう準備 OK なんですよ。いやー緊張するわ緊張するわとか言って、声から緊張感全然漂ってないけど、緊張してるんですよ内心。頑張ります。お1分ということで、本当に皆さん見に来てくださってありがとうございました。明日は頑張ります。明日の朝もし配信できたら配信します。それでは本当に皆さん見に来てくださってありがとうございました。またね。またね。あ、OK だね。おやすみ。見に来てくれてありがとうございました。またねー。